今日の動画ではですね、ドラムンベース、ジャングルというビートの説明をします。ちょっと前にメルマガで、ドラムンベースというか、そのウバージャムっていうね、ジョン・スコフィールドの CD をご紹介したので、その時にアダム・ダイチさんっていうのが使ってるジャングル、これまあ、人力ジャングルなんですけど、これ小室哲哉さんがね、ジャングルって言って、一時期お話をしてたので、その頃の手前のやっぱりこう、打ち込みのね、トランスとかそういった、EDM になるのかな？エレクトリックダンスミュージック。昔は僕が好きだった頃はトランスの頃でしたけどね。その時によくこう、リキッドルームとかそういうとこよく行きましたが、そういう時のに、まあ、こう打ち込みで流行ったリズムのパターンをこれを人力でやるという形なんですね。今は何て読むんだろうな。もうご存知の方いたらぜひ教えていただきたいなと思いますが、このドラムベースジャングルというビートの叩き方と、僕なりのまあ、考え方とコツですね。まあ他にも、もっとこういう風にするといいよっていう方がいたらぜひコメント欄にねコメントしていただければと思います。では本日の動画をお楽しみください。こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はドラムンベースとかジャングルって言われる、まあ僕が知る限りではですね、小室哲哉さんがよくこのジャングルのビートを使ったっていう風に解説してた頃、僕はクラブとかよく昔行ってたんで、こういうトランスとかああいうのが好きで、ああいうこう音楽を聴きによくクラブに行ってました。昔はイエローっていうところとかね、東京の新宿にありました。あ、新宿じゃなかったっけ、新宿はリキッドハウスかなっていう、まあ、お店がいっぱいあったんですけど、そういうところによく行ってました。でその時にはもう小室哲哉さんがこう出すよりもずっと前からジャングルっていうリズムがこう流行ってたんですけど、まあドラムンベースって言ったり、今はなんていうツーステップって言ったりとか、いろんなまあ名称があって、まあ微妙な違いがあって、僕はちょっとそれがよくわからないんですけど、とにかくこうまあこう細かい感じの、こうちょっと今こう最初に聞いてもらった感じですね、あれをやってみました。でこのローランドのこれ5番の音がもうまさにこのジャングルやってくれと言わんばかりの、パターンになっていてですね、で僕が考えるこのジャングルの大事な部分っていうのが、このここのスネアでこうシンコペーション、スネアをシンコペーションさせる、ドッツッタッツッドッドッツッタドンパトンドンドンツッタ、まあここはシンコペーションしなくて4拍目に。このドンタドンっていうのは別にこれじゃなくても、シェイクのパターン、大事なのはこの大きなスネアの流れ、この形ですね。シンコペーションしたりこう大きいこうビートがある中が、あとが細かく刻まれてるっていうか、細かい16分音符がテンポ155でやったんですけど、150ぐらいでやるとっていう風に、最後がここにこの辺、ここが細かくなるとなんかこうジャングルっぽくなるんじゃないかなっていうのがなんとなく、ここに僕がここのインワードパラレル、インワード、右、左、左、右、左、右、右、左ですね。これを、右、左、左、右、左、右、右、左。これを、
こういう風に入れると。で右で8分でもいいけど、ところどころこれでとか、チッチキチキチチキチとか、チッチキチッチキでやるといいですね。なのでチキチチキチか、チッチキチッチキで、これを全部こう当てはめて練習する。っていう風に練習しておいて、で、まあ、できるようになっていくとランダムにできるので、っていう風にできるんだ、まあ、右手がこう細かく入って、で細かく入るところにここの、これですね、ヘミアラ、右左左ヘミ、これまあたくさん入れると、このこのヘミオラの練習はまた別の動画であるんで、それでやっていただければいいと思うんですが、このツタタツタタツタ、これでアダム大二さんはこれで音量バランスでこうエコーをかける、こう人力エコーみたいな感じでやってますね。でこれあちこちランダムにこういう風にいくと。で僕がよく使ってるのはこれ5拍なんですが、右左右左左、立つ立つつ、各近く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 さん、すいません、まあ素敵な女優さんだと思うんですけど、各近く各近く各近く、うんたん、まあ拍を見失わないようにするっていうのが大事で、これもね、これもだからここまでで人があと繰り返したから、タツタツツタツタっていうのが、でタツタツタツツタでツタツツ、タツタツツ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 タ、ここで一塊なので、ここまで、ここまでが一塊で、あとは繰り返してるだけですね。なのでこれをあちこちに入れれるようにすると、まあジャングルっぽく聞こえるというか、細かいのが両手で言ってもいい、まあ、このタイプのビートってね、やってると結構楽しいと思うんですが、この音量バランスでこうエコーとかかけれるみたいな感じですね。まあ、僕が結構よく使うジャングルってこの感じなんですけど、他になんかもう効果的なやつとか知ってる人いたら、ぜひコメントとか、あとなんか教えていただけると嬉しいですね。僕もなんかこうクラブミュージック一時期すごくやってたんで、こういうのたくさんありましたけど、まあ他にもこうちょっと跳ねてるビートの4拍から4拍を3連の4つ割りでつなげたりとか、ややこしいこととかもいっぱい練習しましたけど、結構いろいろあるんですよ。でトリッキーなことも結構さらっとできちゃうんで、すごくテンポがこう一定な、でこのそのスピード感とでゆったり感がなきゃいけないので、大事なのはキービートと細かいビートが共存してるっていうのがすごい大事だと思います。というわけでドラムンベースとジャングル、僕なりの解説でございました。面白かったという人はぜひいいねを押していただけて、メールマガジン登録してもらうとこの譜面はダウンロードできるようにしておきますので、ぜひよろしくお願いします。詳細欄の方からお願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。